こんにちは。あれ、こんにちは、見えてますか？見れない。あ、ん、イエーイやって、フィーさんやん、高瀬やんって。こんにちは。配信を再開しますかって言われた。なんでやろ。いけてる？なんでや、なんで。見えてますか？見えてんのかな、これ。全部が止まってる。いけてるって。あ、よかった、映ったって。あ、よかったよかった。よかったです。なんか、なぜか動いたって言ってる。よかったよかった。そう、さっき一回切ってもう一回来ました。おかえりー、ただいま。声やばないって。声、え、いつもと一緒やけどな。なんでやろ。嘘、調子悪い。悲しい。なんだ、なんでや。お、あ、いけた、いけたかな。いけてる感じか。お、いけました。よかったよかった。本当にどうなることかと思った。よかった。お、あ、いけてる。よかった。もうどうなることかと思いました。こんにちは皆さん、すいませんでした。本当になんか久しぶりにショールームしようと思った。え、なんかほんまにって思ったら、こんな出だしが、こんな出だしになるとは。めっちゃ悲しかった。よかった。復活記念のマラフィーポーズお願いします。ブイなんじゃそりゃ。よかった、ほんまに。え、まれに見るめっちゃ高画質って。そんな高画質すごい。そう、直した、直したっていうか、うん。泣いてるって。泣いてないよよかった。気にしないで行こうねって。イエイイエイ。洋服、洋服クマさん、クマさんだよ。さすがエンジニアやろ。これな、メッセージで送ったことある、クマさん。なんか割と来てる。カレー食べたよ、やって。嬉しい、カレー、ココイチさん。マラフィーのショールーム初めて見ます、やって。ありがとう、イエーイ。マラフィーカレー好き？カレー好きです。マラもね、早速行ったよ昨日。
めっちゃすごいコメントが早い早い。昨日行って、そうで頼んで800円以上頼むとクリアファイルがもらえるんですけど、ひらがなけやきのね、欲しいなと思って行ったら、1回目で自分が載ってるファイルが当たってめっちゃ嬉しかったっていう話です。なんかさ、お店に行ったらその自分たちはなんていうの、旗とか全部立ててあって、おーすごいって思って、おコンプリートしましたって、ファイル早速すごい、ありがとう、持ってるね、イエーイ。マラフィーのファイルゲットしましたかみんなゲットしたよ、やって嬉しい、すごいね、びっくりした。絶対こういうのいつもあのローソンさんとかでもくじ引いても絶対自分当たらんから、何回やっても当たったことないから、おーって思って、やっと自分当たった、バレへんかったって。なんかね、あのココイチさん予想以上になんていうの、お客さんとか海外の方とかも多くてすごいって思って、うん、いろんな、なんやろ、旅行なのか分からへんけど、そう外国の方いっぱい食べに来てた。でも美味しいもんね、マナフィーはね。辛いの苦手やから甘いのにする、蜂蜜かけて。で、あのあれよ、なんかあんま言うたらあかんのかなって思ってたけど、ブログでこのかちゃんとかも書いてて、富士急のライブの時に子供かよって、子供じゃないよ、甘いのが好きやねん、辛いの食べたら、辛いの好きやけど、なんかこの前みんなで鍋行った時も辛いやつやってんけど、なんかみんな10辛とか言ってたけど、普通の3辛ぐらいで、これ割と標準でおすすめですみたいなのが3やってんけど、で食べたらもう美味しいけど辛くて、なんかもう次の日やばいやばいってなっちゃった全部そうな、なんか辛いの弱いらしい、胃がやられてあ、そうそう、で富士急のライブの時になんかココイチさんが来てて、うわーやったー嬉しいって思ってこれくださいみたいな感じで言ってたら、なんかそのたまたま偉い方が来てくださってたらしくて、ぜひって言ってくださってね、そういうことですね。すごい嬉しかったね、なんかそのまたお会いした時に、あの時めっちゃ蜂蜜かけて食べてくださってましたよねみたいな言われて、嬉しいと思って、覚えてくださってたんやなって、まあなんか恥ずかしいけど、全部うん嬉しかった、蜂蜜好きな方ですよねみたいな感じで言われて、あそうです、めっちゃなんかやったーみたいな感じでみんなで言ってたから、うんね、そういうのなんか見てくださってたのかなと思って、蜂蜜好き？好きよ、なんかね蜂蜜かけて食べるのもいいし、なんかもともと何甘みたいなのあるから、結構なんか標準が割と美味しいピリ辛さみたいな感じやから、でもちょっと苦手やなって人は、なんていうの、最初から甘いの頼んだ方がいいかも。明日ひらがなクリスマスの当落日だよやって、おーそうなん、ひらがなクリスマスみんな来ますか来てくれますか。お、あ、1万人の方ありがとうございます。応募したよやって、嬉しい
楽しみ。何やんのかね。ママも楽しみよ。ガオガオやって。なんかね、最近いろいろライブ急に決まってね、嬉しい。当たったら行くよやって。クリスマス？でもなんかクリスマスやからね、クリスマスソングとかやりたいなって話して、サンタさんもやりたい。去年かなんか幹事さんと一緒に会った時の衣装めっちゃ可愛かったやん。なんかサンタさんみたいな、赤と緑のそういうの着たら可愛いなって思います。クリスマスプレゼント投げたいよ。フェイ投げたい。トナカイ乗りたいってミーパンと話してた。トナカイ乗って、なんか登場の時にトナカイに乗ってフェーって上から。クリスマスソングいいよね。クリスマスソング、トナカイの衣装とか、ソリ乗りたい、ソリ乗りたい。なんかさ、階段やん、いつもステージって。なんか階段じゃなくてこう坂道みたいになってて、そっからソリで降りて登場したらめっちゃ楽しそうじゃない？よくない？いいいい、結構よくない？面白そう。やって滑り台、いいよな滑り台。ノックをするな、やってほしい。やって、いい。なんかさ、あの全部いい曲や好きな曲やねんけど、ハロウィンくらいしかそういう季節のソングがないからさ、なんかもっとクリスマスソングとかなんちゃらソングみたいなやったらできたらいいなって思う。すごい最近、なんていうの、なんかさ一般の方にももうちょっと知ってもらえるかなと思って、クリスマスソングの定番みたいな。おいで夏の境界線も夏やし、なんか見ないで言ってねんけど、なんかカレーのやつとかも全部すごい、あ、新曲が、そう、聞いてくださいましたか、新曲ココイチさんに行ったら聞けるんですよ。毎時0分に。そう、まだ聞いてないって。お、あ、聞いた人もいる、イエーイ。そう、めっちゃなんかね落ち着くっていうか、あーみたいな感じの曲で、うん、いい曲ですよ。ね、早く聴いてほしい、皆さんに。いい曲なのよ。でもなんか最近一番好きなのはジョイフルラブかも。あれすごい好評で、うん、聴いた時にこれは好きって思ったし、ダンスもあの今までと結構違うタイプというか、あの振り付けもクレイトボーイさんで、すごい楽しいです。あれは早く見ていただきたい、みんなに。ね、でもなんかみんなで言ってたんは、なんかそのカレーとかやから、せっかくやからなんか CM させていただいてるメンバーもいるやんか。でなんかその普通にめっちゃいい曲やけど、普通に CM でその新曲が流れてもホワワワって感じやから、もっとインパクトあるカレーカレーみたいなやつやったらよかったのにねって言ってて。そう、インパクトあるのやりたいよね。うん、そうねって。カレーの歌歌ってって。カレーの歌、カレー知らん。ハラペコ、ハラペーニョ。でも本当に
全部いい曲やしめっちゃ好きやけども、なんかインパクトあるのそろそろあったらいいなって思いますね。なんかこうチラッと流れて今の曲何みたいななる感じの。それなって、でもジョイフルラブめっちゃ好きやねんな。近くにココイチないって、そうなの、悲しい。それは今日の服カレー色だ。まあ確かに言われてみればカレーやわ。かなフィーフィー。そうこないだね江ノ島行った。でもなんかまあなんで行ったかというと、普通になんかもっとあんまりさ、まあアニメ好きやねんけど、マナフィーね、ひらがなけやき、まあ好きアニメ好きな子いるけど、なんかそんななんかもっとあんまりいないから、もっとねアピールしいよみたいな感じ言われて、まあ最近ちょっと宣伝みたいな感じでなってるけど、ちょくちょくメッセージでこれ見てますみたいな言ってんねんけどね。うん、そう言った。聖地聖地、そう聖地巡礼めっちゃね、なんかなんやろ、なんで好きになったんやろな。なんかブログでも言おう、ブログでも書くよ。結構アイドルも好きだよねって。そうなんかね、割となんて言うんやろな、ニブちゃんとかいるけど、なんか少年漫画とかじゃない、好きなのタイプ違うって感じ。今期めっちゃ面白いのいっぱいあるよね。テンスラとゴブリンスレイヤー好きやって。おー新アニメ、そうだよ最近マナフィのオタク度よく出てるねって。なんかね、時間あればアニメ見るか、アイドルさんの、ま、買った DVD とかライブのやつとか動画見たりしてるかな。なんかほんま日本って、いやなんかもちろん他の国も好きやけども、日本っていい国やなって思っちゃう。そういうの、そういう文化、アニメ文化とかアイドル、だってその2つなかったらまだ絶対生きてけへんなって思うもん。いやまあ普通にもちろんさ、メンバーとか家族とか友達とかいうのは置いといて、ほんまに無理、アイドルなかったら生きてけへん。あの花も行きたいよね、聖地。イコラブ好きって、好きです、イコルラブさんね。なんかメンバー新グループみたいなのできるって言ってて、でもイコルラブさんの12人めっちゃ好きやから楽しみ、新しいメンバーの方も。あの花めっちゃ泣けるよなって、大好き、ほんまにめっちゃ。でもなんか割と箱推しなんよね、誰誰好きってめっちゃ今めっちゃみんな言ってくれてるけど、なんかこのまずなんか雑誌とかで、雑誌とかめっちゃ読むから、アイドルさんとか載ってる見て、あこの子かわいいって思って、なんかそのいろいろ調べたら、あこのグループのこの子も可愛いってなって、結局もうみんな好きになっちゃう。 DD ですよみんな可愛い、にじます、好き、可愛い、ほんまにほんまに可愛い。
DD やんって。そうやよ、かわいいよね。7分の22さんも好き。え、割と、もう割とね、なんか嫌いな方いないですよ、割とラストアイドルさんも。なんかもう本当に、花川めいちゃん可愛いですよね。みんな可愛い。いや、なんか本当にこの人みたいなの決めれへんもん。AOP さん、そう、なんか割とアニメとか見てて、あ、この曲めっちゃいいなって思って調べたら、そのそういうアイドルさん、いろんなアイドルさんがやってて、そっからハマることもあるし、なんや、あ、なんかそう、あ、そうそうそう、なんかみんな、まあ自分もやけど海外でライブしたいよねって話してて、まあでもそのためにいつかアイドル、いえ、いつかアニメソングやってみたいなって思います。曲がいいもん全部。乃木坂さんやってて、それでなんか、なんや、あれ、月の大きさやっけ、やってて、海外でライブしてたから、いつか、やりたい。そんな夢の夢です、アニソン。そう、韓国、めっちゃびっくりしました。なんでひらがなけやけって思ったけど、びっくりです。頑張ります。初の海外のライブ、実際に韓国の方とかも楽しみって言ってくださってるファンの方もいて、メッセージとかで、だから頑張ろうって思います。うん、すごいですよね。なんかどんな感じなんか全然予想できないですけど、うん、そうね、ライブと連続だけど気をつけてねって。ありがとう、頑張るよ。なんや、あ、そう、カンテレさんのライブもあるし、どんどん今日発表されたライブもあるし、いっぱい。何もない時は割とないけど、ある時は急に来るからすごいですよね、ライブ。それでなんかほんまに全部来てくださる方とかもたまにいて、すごいなと思って。同じぐらい絶対大変やのに、東京住んでても意外に、なんていうの、いろんなとこ行かなあかんし、キャリーパムパムさん、あ、キャリーパムパムさんのライブも楽しかった、すごい。もう本当に生で見てもう可愛すぎてびっくりしました。お、同じ人間なのかって思って。キャリーパムパムさん難しい、難しい。で、みんな、なんか言えへんのも失礼やけど、キャリーさんって呼んでいいのかねってなって、なんかもう頑張ってキャリーパムパムさんはみたいな感じで言ってた。楽しかった。衣装これも可愛かった、カチューシャ。なんかあの衣装の、あのオレンジのとこフリフリやってんけど、オレンジのフリフリがついててんけど、なんか取り外しできるらしくて、お、パを強調すると、そう、取り外しできるらしいから、なんかまた違うイベントとかで着れるのかねって思って。キャリーパミュパミュさん、おー、確かにパを強調すると言える。あ、 KPP って訳すのね、なるほど。
すごかった。なんか裏で見てたけど、もともとキャリーさんのファンの方もひらがなけやきのファンの方も全員が盛り上がるみたいな、ライブだけじゃなくて MC とかもなんかすごくて、さすがいろんな海外とかでもライブしてきてる方はやっぱ違うなって思って、うん、行ったよ武道館って。またクリスマスも武道館ってすごいですよね。武道館尽くしの1年でした今年は。全然多分知らん、あんまり知らんって方でも全部、ほとんども全部曲知ってたから、1年に7回も経ってるのか武道館。すごいすごいっていうか、まあひらがなけやきの話ですけど、すごいな。前髪かわいいやってThank you, thank you。 すごいなーって。肌綺麗ねって嬉しいそれ嬉しいわ。今日は一人なのって。そうよ、なんかねみんな仲いい人っていうか、仲いい人っていうか、まああれザンビやし、あとみんなお出かけかな、主にどっか行ったり旅行とか行ってるから。なんかね美容院行くと絶対、あそんな、まあいい感じに切ってくださいって言うんやけど、めっちゃ超パチパチパチって切られて、気づいたら眉毛の上みたいな感じになっててで1週間ぐらいして割とすぐ伸びちゃうよね。まあ似合ってるからいいよ、ほんとザンビ行くよ。なんかどの怖そうやけど、どっちも行く、レッドもブルーも。うん、切ってもらってそうなんのよ。なんか多分そう多分。でもなんかメンバーにはお前の方が可愛いよって言われるけど、さすがになんかマネージャーさんとかアメリカすぎるからみたいな言うけど、最近メミに会った、会ってないよ悲しい。あでもそれはいい感じなんじゃない、ありがとう。クマがひょっこりしてる、ひょっこりやん。最近誰と、でも最近なんかナッチョ率高い最近よく、まあでもちょうど一緒になんかお仕事あるといえば、マカシーと一緒に呼んでもらうことが多いから、最近は終わった後にどっか行こうみたいな感じかな。うん、今日も連絡取ってたし画の推しの料理やばかったね。嘘やろあでも卵割れたのが救いでした。もうな絶対割れへんわって思ってて、なんかなんていうの、学校とかでも結構家庭科も家庭科の授業あったけど、
家庭科の授業あったけど、いつもあのパソコンとかばっかりメインでやってたから、パソコンとめっちゃパソコンとかあの技術裁縫とかは得意なんですよ。もうみんな終わる前に終わってみんなの分もやってあげるレベルやけど、家庭科はなんかあちょっと時間余ったから1時間やりましょうかみたいな感じで、であのなんていうのあの授業レッスンじゃない授業で1回やったぐらいしかないから、割と初だったあれが。そう、めっちゃあれよ、授業でパワーポイントとかすんのめっちゃ得意やった。でも料理も絶対できたら楽しいと思う。やりたいけどね、機会がないわ。パソコンは得意ね。パワーポイント使うんだ、使う使うエクセルとか。完成したの食べた、え食べた、美味しかった、めっちゃ美味しかったよ。みんなで美味しいってなって、意外に美味しいみたいな。料理は慣れよ。そうね、年重ねればできるようになるかな。できるようになることを期待してる。フィーさんならできるよ。ね、できるよ多分。できなくてもいいよ。嘘。今は二十歳よ。二十歳さすがにね、もうそろそろ料理できるようにならんと。あ、ケアビンゴ DVD 見たよ、やって、イエーイ、ありがとう。オードリーさん、春日さん派なのって、でもあれもちろんそりゃあれよ、若林どっち派とか絶対決めれへんなって思ったけど、若林さんもそりゃ好きやし、でもなんか決めようって思った時に、いやなんかいっぱいなんていうの、なんか熱心なのが伝わってきて、春日さんにしよっかなって思ったら、まさかの結果でびっくりしましたよ。めっちゃ笑うやん。いや失礼よみんな、本当に。びっくりした、あんな偏るとは。誇りを持ってって、持つ持つなんで手あげなかったのって、いやなんかやばいよやばいよみたいな空気感よ、空気感、まだあげない方がいいと思うよみたいな。面白いやって、そうよね、なんか番組めっちゃ面白いって褒めてくださる方結構多いんですけど、それはもうオードリーさんのおかげですよ本当に。髪の毛サラサラだねー、サラー、すごい、髪の毛だけはもうね、だけは自慢です、割と。何のアニメ見てるのって、でもなんかいろいろ見てます。最近はあの青豚シリーズのやつ、なんかね勧められて、友達にこれは多分好きやと思うって言われて見たら結構面白かった。
いいよね。サラーンってやってサラーン、そうだから江ノ島なのか。めっちゃすごかった、なんかいろんなもうそのまんまでしたよ。しかもなんかちゃんと駅にあのポスターみたいな、みんなのポスターがあって、そうすごかった、マジで本当にみんな可愛いよね。もし自分が生まれ変わって男の子になったら付き合いたいなって思うぐらい魅力的キャラクターみんな。うん、シャンプーの CM サラーサラサラ、マラフィーも可愛いよ本当。わかるわかるって、これ可愛いねって、そうこれはめっちゃ話変わる、これはねあの中に来ました、こういうのついてるの。最初はもうなかったんけど、これ中にフリフリ来たら可愛いかなって思って、来年映画見に行くよ絶対。ピーちゃん使ってるシャンプーなんかね、ミススーってやつ、いろいろ使ってる。あとキールズのヘアオイルを塗ったらすごい、もうねすごいサラサラするよ。ロボコン、え、ロボコンほんまに大好き。もうねなんかそれ、これはもうさすがにメンバーでも知ってる子おらへんかってんけど、何それみたいな。でもロボコンほんまになんか史上最高に好きやで、あれあれはなん、あ、メイドインアビス、なんロボコン、え、めっちゃ好きやねんけど、赤いロボット、あれはなんていうのな、アニメではないけどあの戦隊ヒーローっぽいよね、どちらかといったら。 DVD じゃない、 DVD ビデオかなんか借りて見て、めっちゃもう本当に好き元気出る、歌も好きやし、0点だね。そうなの、いつも0点なのよ。ロボットコンテストの方じゃないよ。なんでアニメ好きなんて、なんでやろう。でも割とずっと好きやな。でもなんか高1ぐらい、中学生か高1ぐらいの時になんか男の子がおって、なんか筆箱にめっちゃ可愛いなんか乙女チックなキャラクターのキーホルダーつけてる子みたいなおって、なんか何あれみたいな感じでみんな言っててんけど、別になんかわなは別に何も思わなくて、ああ可愛いなと思ってて、自分もアイドル、いろんなアイドルさん好きやし、そういう感じやろなって思ってて、可愛いと思って、普通になんか別に何も思わず、あ、可愛いからつけてんねんなって思って話しかけて、何おすすめとか言うとって、ラブライブ好きみたいな言ってて、そっから見たらもう普通になんか、え、割となんか、え、何あの子みたいな感じ言われてたから、え、なんでそんなみんな嫌がるんやろって思って、そして後に付き合うことに、それはもうアニメの中の世界ですね、そんなことしたら。ありそう、なんか P そうねってめっちゃ笑ってるやんみんな、アニメと現実の違い、
若かったね。うん、なんか若いなって思った今この話して。若いエピソードって感じ。映画好きやって、映画好きよ。最近はね、何、あ、スマホ落としただけなのに見た。うん、面白かった。あと、あの響きも見に行ったし、斉藤飛鳥さんのあのやつも見に行った。スマホ落としたやつ怖かった。え、いや、なんかちょっと怖いのかなって思ってたんやけど、意外に怖くはなかった。うん、なんかでもねえ、面白かったよ。スマホ、なんかスマホ落としただけでこんなことになるのかっていう話なんかなって思ってたら、意外になんかあの人間の奥深さというか、そういう方に視点を置いた映画でした。うん、響きどうだった？響きもう良かった。うん、なんかもう平手さんそのままが響きって感じで、普通に小説読んじゃった。小説読んでも、でも多分映画、なんかいつも小説読んで映画見たらちょっと違うってこともあるから、どっちも楽しめる人は多分見に行っても全然面白いと思う。ミステリー、うん、ミステリーも好き。普通に最近好きなドラマ、でもね、あんまりドラマ、あれ何やっけ、あのなんかあれ好き、最近見てんのあれ何やっけ、なんか自然いっぱい出てくるやつみたいな、あれ、あ、そうそうそう、奇跡が、奇跡のやつ、あれなんか良くない？それくらいしか見てないかな。待って、なんか最初どうしよう、何時まで、最初あれやったからな。最初ちょっとあのトラブってしまったので。うん、そうね、15分ぐらい延期しようかなって思います。うん、わーい、あ、ほんまにみんな喜んでくれてる、嬉しいな。それはパチパチパチ。あ、すごい、あ、みんな喜んでくれてよかった、早く終わってみたいな感じかと思ってたら、やったーやったーって。こないだ怖く行ったよって、イエーイ、やったー。肩凝ったりしますか？あれ特典映像やろ、肩凝んねんわな。俺ピーマン永遠にやっていいんやで、やって、あ、本当よかった。あ、英語をやってほしいって、なんかね、やろうと思ってたんけど、さすがになんか久しぶりすぎていっぱい話すことあるかなって思って、今日はね、なんか
トークレッスンって感じ。自分の「アイスの写真可愛かったよ」って。やった。そう、なんか、あ、いっぱいいる。これフィーさん嬉しい。フィーさん、シナモンさんえ、なんかあんまフィーさんの本名言うていいかわからんからさで言うていいかわからんからあんまあれよね。うん、これこない、あ、そう、あとね、いっぱい、もうなんかいっぱいアピールした方がいいよって言われるけど、言っていいもんか悪いもんかとかいろいろ考えちゃって、結局なんか中途半端になっちゃうっていう悲しさそんな、そうそうそうふいー、納豆ポーズ。受験勉強、あ、そっか、もうちょっとで受験か、頑張って。なんか一回なんかちょっとやった時は大丈夫だけど、一回めっちゃがっつりやったらちょっとダメですって言われたから、そっからちょっとね。そうなのよ。アニメぐらいなら大丈夫じゃないって。うん、そうね そうなのよ。眠いときどうしてる？眠いとき、眠いときは寝るかな。17日握手会行くよ。やって、やった、嬉しい。今週末、早い、嬉しいな。お腹すいた、うん、お腹すいた。そういう時はココイチさんでご飯を食べてください。関西弁いいねって。おー、あ、コーヒー飲める。コーヒーは飲めへんけど、コーヒーゼリーは好き最近コーヒーゼリーめっちゃ食べてます。なんかアイスは、アイスなんか毎日食べるのってあれじゃない、なんか絶対体に悪いなみたいな、太るなって思うけど、ちょっとデザート食べたいってなった時にコーヒーゼリーまだちょっとマシかなみたいな感じ。マナフィーのファッション好き。おお、嬉しい。ファッションブログ、ファッションブログね。でも割と握手会とかで着た服はちゃん、なんていうの、詳しく書いてると思うから、ぜひチェックしてみてねあ、そうや、めちゃかりさん借りれるようになって、握手会で着させてもらえるようになりました。うん、みんなひらがな、みんな着てるから。公式インスタ、うん、になんかすごい詳しく載ってるみたいなので、チェックしてください。みんな可愛かったんやって。おー、嬉しい。そう、なんか同じやつマラフィーが着てたから、同じの借りたくて、なんていうの、あの会員になったよみたいな言ってくれる子とかおって、すごいそれは嬉しいなって思ってね。最近なんかさ、冬やからか分からんけど、
すごいチェックのものばっかり欲しくなるんよね最近。可愛いけどなんかチェックばっかり増えてくなって思って。ベレー帽も好きなのよ。ハマっちゃった。ニット帽似合いそう。今度かぶろうじゃニット帽。これはなんか帽子は冬物はチェックが欲しくなる。似合うベレー帽なんかあったこれなんだこれは。夏って感じ。似合ってるほんま。なんか夏って感じよねこの部屋。ヤシの木みたいなあるし。ヤシの木これなんだ。かぶりも似合うってめっちゃ言われるよね最近。なんかキャラクターっぽいって言われるすごくキャラ顔みたいな。ほうほう。コスプレしようってしたい。普段さすがに普段からしてたら結構おおって感じやけど、したいね。マルフィはゆるキャラだもんね。いやいや人間だよ。春日さんのキャップはって、ああ全然まだお家にあるよ。なんか番組ではウェーみたいな感じでなんかやってたけど全然お家にありますまだ。ポニーテール好きやって。おおありがとう。髪切った、いや切ってないよ。でもね髪でも切ってみたいっちゃ切ってみたい。切ってってなんかもし言われたら全然切るかなって感じ。ツインテールも好き。ハーフツインみたい。ハーフツインめっちゃ好評なのよねなぜか、うん、なぜかっていうか、まあ、好きやけどハーフツイン一番なんか今までやった髪の毛の中で割と好評っていうかいいって言われる気がする。ハーフツインピーン。幼い系が似合うよって。どうなんよ。でもなんかね一時期なんかもっと大人っぽくなった方がいいよみたいな感じで染めてんけど、今になって意外に幼い系もいいかもねみたいな言われて、まあどっちもねいけるのが一番いいのかなって思うけど、うん。ぶりっこほんまになんかもうぶりっこできるっていいよねって思う結構ぶりっこしてる人を見る担当みたいな感じやからいつも、うん。にゃにゃにゃ。メミのモノマネすればいける。おえーにゃー。ウィンクも難しいしあれはもうプロですよ。もう最近宮田プロとか木崎プロっていう名前で呼んでるももはや普段から。つってーって言
言われればそりゃね、せっかく握手会とか来てくださってる方にはするけど、なかなかできてんのかなっては思う。ゴルファー、何々プロゴルファーみたい。あ、そう、こないだももクロさんのミュージカル見に行ったんよ。そう、すごかった。なんかね、またブログにそれも書こうって思ってるけど、それの歌が最近アップされたやん。もうなんかもうその見に行った時のことを思い出して泣ける。あれはよかった。なんか多分、ミュージアイドルのファンの方でそんなにミュージカル好きじゃないっていう方はもちろんいると思うけど、そういう人でも楽しめるような感じになってたし、おすごいすごいなって思って。なんでやねんって言って、なんでやねん。獣フレーズ見に行きたいよ、見に行きたいです。マラフィーがおすすめしたの全部好きやって。おそれは嬉しいな。すごい音聞こえるんやね、外とかの。マラフィーとお揃いのものを使ってるって嬉しい、嬉しいな。それはDo you wanna dance、 それそれです、それ。そんな聞こえるのね。ん？コロヤス監督、またね、一緒に、なんか本当にリマインドの時の監督さんとかとまた一緒にお仕事したいなって思う、すごい。ドラマとか、すごい、もうだって今までの中で割と一番ぐらいに楽しかったもん、あの期間が。なんか本当に去年すごい毎日忙しかった気がする。楽しかったなって。香水、香水はね、な、でもいろいろ使ってるよ。握手会でも使う時もあるし、おお、また会いに行くねやって、嬉しい。最近寒くないって。でもなんか割と最近寒いってみんな言ってるけど、自分的にはまだ寒さをそんなに実感してないのよね。難しいわこの季節洋服。嘘やんって。まだ全然暖房とかもつけてないし、たまに街とかで外国の方見ると半袖着てるしな、普通に。お、あともうちょっとで終わるわ。いや、早かった、なんだかんだで。めっちゃさ、あの井上さゆりさんのさ写真集すごい楽しみなんよね。あそこハイジのとこ行ったことあったからすごい懐かしくて、なんかもうあそこやんってなって、めっちゃもう、あそこめっちゃなんかいいとこやって、ハイジのとこ楽しみ。漢字さんの写真集の楽しみ、なんか写真集めっちゃ最近出るから、もう出費がどうしよう。いろいろ
ったよ、ハイジ。なんかこういうなんかちっちゃいやつ。お、あ、楽しかったって嬉しい。なんかあ、もう終わっちゃう。え、歌ってって、待って待って。乃木札みたいなのがいい。え、良さそう。めっちゃ楽しそう。そういうのいいよね。なんかメンバーみんな映ってるみたいな。おお、終わっちゃうよ、悲しい。話聞けてよかった。本当の私、そうなの。なんかあれ番組で言ってたけど、なんか「え、何する?」って言われて、すごいもう一瞬で考えて「あ、本当の私」って言って、タイトル。でもなんか久しぶりに、え、なんかそんな1時間しゃべりきれるかなと思ってたけど、割とね、割とすぐ終わったっていうか、見てる方はどうやったか分からへんけど、割とすぐ終わった。またやってや、やるやる、見に来てね、絶対だよ、見に来てね絶対。早かったなって、ほんま早かった。でも楽しい、楽しいと思ったことってなんでこんなに早く終わるんやろ、悲しいな。うん、ちょっと最初いろいろあったけど、また絶対見に来て。うん、ライブとかもいろいろあるし、盛りだくさんで来てね。またおお、え、2万人もうちょっとで行くって、本当にありがとう。見に来てくださった皆さん、初めてだったけど楽しかったってありがとう。カレーも食べてね、みんなありがとう。うん、またやる。ありがとう。バイバイ。ビー。またね、バイバイ。握手会でも待ってます。バイバイ。お。